どうも、フィッシャーズシルクです。ナホです。ホラー企画でございます。ホラーサイト。やったことないやつがあったのでやりたいと思います。怖いと難しいに立ち向かってもらいます。絶対クリアできないじゃん、それ。エンディングがいっぱいあるらしい。ウサギパズルって知ってる？かわいい名前。どんどんおかしなことになってくっていうサイト。面白そう。結構頭使うんで。あ、そうなんだ。ひらめきがあったらもしかしたら突破できる可能性もある。あ、ならいけるわ。じゃあちょっとやってもらいましょう。はい。怖くないホラーゲーム、ウサギパズルをやってもらいます。怖くないの？黒いのと砂糖ウサギがいる。押さないでねって書いてある。そして全然怖くない。一緒、押さないでね。まあ押さないでねってボタンがあるね。押してみよう。え？うわぁ！ウサギが変な顔になった。これまんまとやっちゃったパターン？え？すげえ、なんだこれ。何？なんだこれ。すごい、すごい、すごい。あ、そういう感じなんだ。Google Earth みたいになってる。何これ。すごい。一周見てみよう、とりあえず。パズルゲーム一個もやってないじゃん。今んとこ怖いけど、まだ大丈夫、全然。うわぁ！よくしゃ、なんだお前。え夢の中でお迎えが来た。よかった。順位、圏外。死んだ？あら。あ、あ。は？あはははは。お、ウサギを弾いてギに当てる。やべえ。はい。やったー！おぉ！クリアした。次のステージ。あ、めっちゃむずいやん。最初と。お、詐欺じゃん。てか、そもそもウサギって文字ないじゃんね。あ、ほんとだ。パズーじゃん。パズーっていたな。パズーパズーっていたな。天空？天空の城ラピュタ、天空ってよ。なんかさ、簡単でね。ステージ10じゃん。なんかこんなうまくいっていいの？ね。もっとなんかさ、ヤバそうなやつとか出てきてもおかしくないの？うん、普通に簡単だね。ねえ。ほんとだね。定期的に右上に押さないでねってボタンが出るね。いただきました。よっしゃ。おコングラチュレーションズ、完全クリアおめでとう。体も心もゆっくり休めて、また元気な生活を送れるようにしよう。順位501分の118。うわ、なんとも言えんな。総手数60ロッテでクリアした。あ、え、撃てんじゃん。え、撃てる。やばっ。この状態でクリアしたらどうなんだろうね。え、戻った。でもその発想合ってんじゃね。多分ね。こいつあんま好きじゃない。さっき入った。どうなるんだろう。お、え、始まった始まった始まった。甘い幻覚から覚めてしまった。この辛い現実から逃げようにも体を動かせない。無人の部屋に高速具の擦れる音が反響する。怖い怖い。このままだとあれが来る。やっぱあの噂本当なんですかね。なんだろう。あそこに行った他の方みんなお亡くなりになってますし、あんなところに行くなんて元から気が狂ってるのよ。都市伝説なんて嘘に決まってる。来るな来るな来るな。うん、娘、父親と書いてある。別ゲーになった。怖っ。めっちゃ取り掛かってる。やばい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 。怪奇都市伝説開かずの箱になった。トリーマーク、あ、スタートした。もう入ったんだ。あ、箱入り娘の遊び方。コマを移動させて娘をね、この箱から出してあげる。なんか似たようなの遊んだことあるわ。1日目。1日目めっちゃすげえ。もう箱見ようよな。なんか来たんだけど。え、なんかあるよね、こうやって動かすゲーム。そう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 。多分、俺ちょっと待って、俺バカだからこういうのあんま得意じゃないんだ。違う。ああ、前を見るってことは何なんだよ。確かに、これ押してみる。え、あ、分かった分かった分かった。こいつが来る前に。ああ、そうかってことだ。だからちょ、怖いよ。おい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 、早くない？前を見る。うわ、来た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 。ナイフ持ってる、ナイフ持ってる。逃げるわ。あ、逃げれるじゃん。あれ？あ、ちょっと逃げれるんだ。なるほどね。うん、あ、さっきと同じことやって。あー、前を見る。あ、でも大丈夫。あー、徐々に行くけー。
危ない、危な、怖い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 、ちょっと音やめてよ。一回見届けてみる。そうだね、一回見届けよ。これ全然やらないかもしれない。できない、クリアできない系のゲームで、積みゲー、そう、積みゲーで一回食らって、うん、次のステージ行くパターンだと思う、俺は。一回食らってみよう。うわー、キモい、だいぶキモい。夢の中で女に殺された。娘、うん、来た来たんじゃない。来た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 、よいしょー、いたいたいた、娘出た、やっと娘出た。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、何なんだよあの女、リアルな夢すぎてまだ息切れしやがる。うげ、箱の中身を思い出してゲロが出てきた。なんで、何だったんだ一体。帰ってあの箱を見つめていたら急に意識が遠のいてきて、女がずっと追いかけてきた。あれ、あの女がなんで。うわー怖っ、うわー怖っ。1日目、野村は謎を解いたが殺された。カッコクリア。2日目、いいか、リゾード来た来た来た、サンキュー。真ん中でどうにかする的なやつか。ひどい夢を見た。包丁を持った女にずっと追われる都市伝説通りの夢。箱の中身は、いや、思い出したくもない。野村は頭のおかしいやつに刺されて死んだのだ。ああ、1日目のやつね。都市伝説とか呪いとか、もうそういう考えは捨てよう。もうあんな夢を見るな、ゴリゴリだ。玄関を出ると太陽が昇っていた。そうそうそう。しばらくすると目の前に池田が歩いてることに気づいた。おい、池田。おーい。それは池田ではなくて、あ、池田じゃないんだ。うわぁ。小林は謎を解いたが殺された。野村がやられて、今小林もやられて、池田っていう人がいるのは分かったね。そうね。おー、3日目。あ、また今度。横が多いんか。さっきの横パターンだね。そんなにいけそうじゃないか。あ、いったな。トゥン、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 あ、トゥン。いった。すごい。いった。めっちゃ簡単だったじゃん、みんな。ね。悪夢から目が覚める。これが池田じゃない？ね。部屋に置いてあった箱はもうない。逃げながら見たあの箱の中に、あの人が追いかけてくる理由がなぜか分かった気がする。その時、背後で物音がした。怖い。え？私は分かっていた。あの人が私たちを決して許さないことだ。やられた。池田は謎を解いたが殺された。4日目の印があったから、もう一人登場人物が出るはずだよね。ね、4日目、行ってみよう。よっしゃ。あ、今下ろせたんでね。あ、惜しい。怖い。ここ難しいね。そもそも逃げたのに。HP が出た。全員の HP 出てきた。娘をしばけ。これ娘ぶっ壊せんのこれ。暗い娘。よっしゃー。禁じ手を打ったあなたは夢から覚めることはない。永遠に逃げ続けるのか。禁じ手です。あ、禁じ手です。禁じ手でした。あ、でもこれ今娘ぶっ壊したやん。うん、娘以外ぶっ壊してさ、娘だけ逃がすの。あ、小僧倒せるぞ。こんだけ倒せばいけるでしょ。ちょ、気をつけて。娘出れる。ねえ、っしゃー。え、どういうこと。あんなに悩んだのバカみてえじゃん。部屋の片隅には女、ゆっくりと近づいてくる。箱の中身、真実。クリア。殺された。おい、これ矢印押してみて。逃げるな。開けるな、開けるな、開けるな、開けるな。あれで、なんかさっき言ってた箱じゃない。うわ、びっくりしたー。うわ、びっくりしたー。うわ、びっくりしたー。悪夢のなんたらかんたらと結末リスト、これ見てないじゃん。見てない。え、まだ続くの。マジであったんだけど、野村が自分の手元を懐中電灯照らすと。ここまでの経緯、そうだね、だゲームをするまでの経緯の話だ、これ多分。これ見てからゲームに行くんだ。どこを見ている。チキュン、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 娘はど真ん中だ。
キュン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 ウィーッ、キュン、苦労しすぎておかしくなってるじゃん。エンディング1、2っていうのが薄くしたり出てるけど、これがタップできない。だからたどり着いてない可能性はある。やだもう、うん、この状態で待ってみよう、うん、むしろパズルしない、うん、逆にね。大丈夫これ、大丈夫、箱返したんだけど、そんなのありなの。これまであったまとわりつくような不気味な気配はすっかり消えていた。なんかエンディングっぽいやつ来たよ。すべてが終わった。箱の中身は結局何だったのか、それは自分には分からない。分かりたいとも思わない。誰もが隠したい秘密を持っていて、思い出したくない過去がある。そこに触れないことが優しさなのだ。呪いは解け、無事に生還した。新エンド。クリアした。エンディング2なんだけど。1は1は何？え、ダイが動いてる。ここに閉じ込められるんだ。下になんかある。よし、え、呪われた、すぐに閉じろ。あ、さっきと全然違うわ。アゲアゲくんを成長させよう。でかくなってきたし。あんたごめん、はい入れ、あ、入ったー。つまりの唐揚げが動いてる。まさか、まさかまた。アゲアゲくん、アゲアゲくん、13は入れないといけない。引きじゃねえだろ、アゲアゲくんは。わだろ。いや、マジ何の話これ。何やってんのマジで。レベル上げないとさ。これ何これ。なんでお前アゲアゲくん育ててんの。多くの里行こうとしてるじゃん。多くの里がレベル上がるんだって。この暗さでやるゲームこれ。知らん前3点までいってるよ。すげえ簡単に倒せんじゃん。クソむずいじゃねえか、このゲーム。前半覚えてる。めちゃくちゃ強いじゃん、アゲアゲくん。もういいだろ。エンディング1じゃねえのかよ、あれ。お前は。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、あー。